男子生徒の遺族らは法改正を検討する超党派の勉強会の長谷博士衆議院議員を訪ねいじめ対策担当教員を専任で配置することなどを求める要望書を手渡しましたいじめ防止対策推進法は当時大津市立中学2年の男子生徒が自殺したことをきっかけに5年前施行されています 学校の対応の不備などを指摘する声があり議員らが勉強会を続けています。